こんばっち8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、左投げ左打ちの投手、フォームは虹谷、好きな球団はアバタからアバタボール狙いで阪神でやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。なかなかコンスタ高いね。ドン、星140、強いけど、なるほどね、この赤おにぎりがなかなかの味を出していると。どこへ行く、ひー、なるほどね、なかなかの味出してくるな。はい、超回復からのコントロール。超回復はね、最後引けるとありがたいんですけど、ダメですか、回復ダメなようだな。これじゃあもうこっちまで行って選手に会って純也さんかな、今のは回復2。やめろやめろやめろ、最後そこで回復してくれ、マジでお願い。青、順番が違うんだって。いや、先にね輝いてくれたらありがたいのに、順番が違うよ。球速はね、行く、やる気ボナがあれば直吉だったけど、球速と変化球はもう絶対に行く。ちょ、赤い赤い、それは周一さんもびっくり。ナイス、球速強化強い、プラス1プラス2、ナイス。はいはい、オッケーオッケーオッケー、耐えてる耐えてる、ノリノリ、オッケー。わー、ハテナマス生きてえな。ノリノリだからね、減少なんて絶対引かないでしょ。落とす、うわー一瞬だったわ。まあでもヒーリング落とさなかっただけマシかと思いましょう。球速もっとがっつり上げられればね。さてと、同じ球種、なかなか位置がきついな。拾う、コンツ、コンツオッケー、選手に会って岩貞さん内角攻め、ヒーリング3球。さあどうだい、あー、まあまあまあオッケーか。これこっち行って回復ナイス、取って取って、そっか、コントロール強化あるから回復量素晴らしい。回復とあれがなかなかいいところにあったらね、アバターボールじゃないか、変化球で、ここでまた7にする、アバターボールがナイスプロ入り、アバターボールが欲しかった。右向き、ここだろ、逃げるな、コン7もらってアバターボールがもらえないんじゃい、素材持ってないからね、仕方がない。さあ球速上げていきたいね。変化球は、あー来た来た、新しいの、でも絶対シャッフルか、こっち回りだとね、特化マス踏まなきゃいけなかったりいろいろ大変なんで、よしよしよし、まずここ輝くんです。輝いても先にあれだったな、待って、123、ここで変わったってことは、ここで球速どこだ、うい、球速に変えて、どうしようかな、お、青うまい、変化球は出ない、1234、会える間合いだけど、さよなら、あ、いい位置いい位置、これ球速とかね、いろいろ取りたかったんですよ。ただ葵ちょっと逃がしちゃうかもしんない、先にここどうにかしたいんで、あー逃げちゃうか、上行っちゃうか、球速回復、うわ33、まず、頼む選手、変なことしないでくれ、ナイス球速、止まる、回復、オッケー、
よしよしよし。ただまあもったいないので言うと、やる気をその後ね落としてしまったところでしょうか。スタミナこれでもう540。いいねいいね、上がってるよ。ただまだまだ上げられる。プロ入れあるんだよね、プロ入れあるんだよね、プロ入れあるんだよね。オッケー、大事だからもう何度でも言うわ。でおっと3球種目。あーなるほど、この赤間2つしょうがないね。もうで変化球取ってここでシャッフル、そこでもうスタミナを引かない読み、お願いムーブで。うい、変化球は落とさないぜ。で高速スライダーにスクリューさん、スクリューさんいらっしゃい。青うまい、ナイス。あ待って、これ宝箱取ってシャッフルの方がいいんじゃねと。及川くん、スタミナか、2段階いかないか。せい、変化球落とすなよ、変化球落とすなよ。ウェイ、やべ、カレンさんがなかなかやべ。ナイスナイス、よけ。174キロ、700いけるかな。まあ、球速1個しかない。あー残りコンスタだもんな、球速1個のコンスタってなるとここか。そうだね、1234567。まあプロ入りここで落としたとしても大丈夫なんで。拾う、わお、チヤホヤはもういらんね。1234567、それかな、コントロールを確実に上げてって。15出た、強っ。あーもう100なったわ、700いったー、強え。735、いかがだったでしょうか。素晴らしい選手、完璧な立ち回りでしたね。やっぱ変化球ロストがないと気持ちいい。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星735からナミコちゃんという名前になりました。いかがだったでしょうか。球速175キロのコンスタ SS、 変化球スラーブ7を筆頭に3球種の総変化10は強い。特殊能力少し寂しいんですが、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 1.93。 素晴らしい防御率、ありがとうございます。よくこの特殊能力の数で頑張ってくれた。やはり球速そして変化球でしょうか。17勝こちらね、最多勝の最優秀勝率7割7分3厘でこちらもタイトルゲット。すごいね、13勝以上が阪神だけだった。すごいな、阪神が上5つ占めてるってすごいね。独走優勝ってわけではなかったんですけどね、先発陣が頑張ってくれたということで、ナミコちゃん29先発の4完封6完投とこちらで沢村賞ゲット。クオリティスタート 82.8、 ハイクオリティスタート 75.9、 バケモンですわ、ありがとうございます。で294個の奪三振、これもダントツ 12.3 の奪三振率、これもね圧倒的、もう無双でしたね。であと見ていくと、1試合平均の四死球率 1.21 ってこれやばくて、 KBB がね今回ねえぐいんですよ。あった、11.3、 5.0 を超えるだけですごいのに 11.、 やばいですね、2桁いってしまった。ということで今回のナミコちゃん投手全冠達成、無双しました。取ったタイトルは最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最優秀勝率、沢村賞、新人王、ベストナイン、 MVP の合計8個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。